オーシャンビュー見えるでしょうか。あれが小樽の海です。小樽の海ですね、カメラを持って滑っている。ちょっと紐が邪魔ですね。いきなり中級はですね、このままじゃいけないのでビギナーの方に行きます。頑張れ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 。未来のオリンピック選手はですね、こうやって頑張っているわけですね。頑張れちびっこ。僕もちびっこに負けずに頑張りたいと思います。今日は学校のスキーがですね、いっぱいやってるみたいですね。なんで、離れたところを滑ってあげたいと思います。よそ見はいけませんね。よそ見は皆さんにオーシャンビューを見せたくて。今ソチオリンピックやってますからね、ちょっと真似事やってみます。オレーシュー。小樽のですね、ロープウェイの上にはスキーの資料館があるんですけど、その横にはおびただしい数の天狗様がおられました。天狗様です。キャー、天狗様です。天狗様様天狗様。あ、カッパっていう歌がありましたけどね。カッパ様様カッパ様、カッパ様ならぬ天狗様の、楽園でした。現場はこのように天狗様がいっぱいです。ダイナミックコース来ましたけど、私の手に負えるところではありません。ニセコの、あの裏に入ったジャクソンウォールみたいな感じですね。ジャクソンみたいな感じなんで、もうあの100メートル行ってないと思うんですけど、もう桃がパンパンで、今動けない状態です。あとここから傾斜が緩くなるんで、ちょっとは楽しめるのかな、期待していきたいとは思いますけど、まあ楽しめないでしょうね。下手くそなんですね、要は。残念。あの斜面、最後の方はちょっとだけ楽しみました。今からですね、この辺のちょうどパウダーっぽいところがありますんで、電池が生きてればいいんですけど、行ってみたいと思います。見てください。ルートはどっちなんだろう。うわお、いい感じ。もったいないかな。こっちかな、コースは。こっちですね。よいしょ。ビデオ映ってるかな。ムービームービー。今度こそ撮れるかな。